こんにちは。こんにちは。最近僕10キロは痩せました。10キロ痩せたんでしたっけ？89から79になった。確かに夜はちょっとちっちゃくなった。絞ったかな。ちっちゃくなった。もともとちょっとね、ゴルフのために、ゴルフするための体作りだと思ってやってたら、なんか痩せてきたなと思って体重を乗ってみたら5キロぐらい痩せてて、ね、でも別に何もしてないのに5キロ痩せてると思って、体重計買っちゃったの。買っちゃってましたね。でででん。したらね、これが楽しくてね、体重計乗るのが、体重計が楽しい、楽しい、体重計に乗るのが楽しくなってきて。なるほど。ダイエットがはかどると。いや、ダイエットのつもりではないんだけど、なんか途中から体作り的なね。そうそうそう、なんかゴルフの体作りを頑張ってたら、なんか減る楽しみも覚えて、だからこれおすすめ商品です。おすすめ商品です。商品紹介です。でででん。これなんと値段14,000円です。高っ。見てください、このメタリック。違うな。4,980円。乗ったやん。で、これ買ってみたら本当に楽しくなったから、何が楽しくなったかっていうのを説明したいと思います。これね、ツイッターとかでもすごい反響があって、なんかツイッターでちょいちょいつぶやいてますもんね。僕ツイッターで体重減ったよとかつぶやいてたら、何のアプリですかとかそういうのがいっぱい来てて、ちなみにこれの体重計がタニタさんですね。なんだ、インナースキャンデュアルって書いてありますね。インナースキャンデュアル、多分ね、このタニタさんの体重計だとどれでもできるんだけど、アプリ探す画面で iPhone だけなのかな、わかんない、そこまで詳しく調べてないので各自調べるように。タニタ体重計でアプリ検索したらこういうアプリが出てきます。大丈夫、見せれないやつない。見せれないやつないと思う。塩見るやつやろ。漫画読むやつやろ。ユニクロの T シャツ買うやつやろ。メールやろ。大丈夫。はい、はい。このね、ヘルスプランター、これ画面映るかな。ヘルスプラネットね。プラはい、こちら、ヘルスプラネット、これ開くとこうやってね、いろいろデータを入力できるんだけど、まずグラフ、見ましょう。体重すごかった、はい、これが83キロぐらいから俺全く落ちなくなったの。ここね、1ヶ月ぐらい83キロだったの、体重。なるほど。で、体重計買ってみたらあんまり変わんなかったり、めっちゃ走ったのに次の日増えてたりとか、こうなってて、ここら辺がちょっと俺の中での低迷期。多分ここがずっと一緒だったの、こんな感じで、ずっと同じぐらいだったから。で、調べたわけよ。だからジョギングではね、体重減らないって。で、体重を太りにくくさせるだけだから、結局は太りにくくするだけで痩せないって書いてあったから、へー、ちょっと食事制限しようかなと思って、いつものホカ弁のセットの豚汁を抜くとか、いつも飲んでるジュースを1本減らす。飲む日は飲むんだ、それでも、1杯減らすとかね。なちょっと、ね、その程度ですよね。ほんとちょっと気をつけるだけ。炭酸買おうかな、あ、お茶にしとこうが1回増えたなぐらい、飲むときは飲むし、そのちょっとしたやつだけで、ここいきなりギューンって減っていった。こっからこっからね、ギューンって減っていった。ギューンって、ね、だから運動しつつちょっと減らすだけで、はい、こんな感じになって。まあそんなんじゃなくてアプリの説明だね。で、こうやってグラフで出ます。でね、これグラフどうやって、これグラフが出てるかっていうと、まあとりあえずこうグラフが出てて何キロっていうのがあって、まあ、最新のやつがほら 78.8 キロまでいったんだけど、でこれを押すと、はい、まあ、何時に測ったかね、今日の朝測って体重がこんくらいで、こうやって肥満度とか軽肥満、これね、やや肥満から軽肥満に最近ランクアップしたんだ。軽肥満の方が低い、多分ね、確かやや肥満だったと思う。で、筋肉量、筋肉スコア、筋質点数とかこういうのが全部出て、はい、基礎代謝もね、あれ少ないに戻っちゃったな、標準だったのに。まあまあこんな感じでいろいろデータが見えます。して、じゃあこれデータはどうデータが、データどうやって出してるんだいと気になりますね。はい、これね、これアプリを登録することができます。ほら見て、35、これね、35歳っていうこと。これ24、ナンバー2って書いてあるやん、はい、2人目、これ多分ユッキーが登録したやつ。登録したけど使い方わからなかった。わからなかった。で、こうやって3人目も登録できたりするんだけど、あ、旗も登録してる、しっかり。旗ーって書いてある。旗ーで、これは別にここは気にしない。ただ登録者が何人かっていうだけで、で、ただ体重計測り、体重測りたいときはピッて押したら体重測れます。ピッて押したら
ウェイト、まあと乗るだけで、これどうやってデータ入力するか、はい、ここ見てください。アプリと今連動したっていうのが分かったね。登録され、あ、今体重計に登録されてたね、はいはい、でこれをアプリと体重計を Bluetooth でリンクさせるとデータ入力というものがあります。これを押したら体重計移してね、はい、データを入力ピッピッ、らこれが勝手に、おすごいやろ、外なんですね今 ね勝手に反応して、はい、俺乗れよと、あ乗れよ乗れよっていう画面になるので、じゃあ乗れよ、見てください、体組成計が起動しました、乗ってくださいって出るので、はい、乗ります。スマホ持ったまま乗ると、乗ったら、うん、ちょっと待って、それで多分ちょっと重くなるよ、重くなって言う、別にで乗ったらデータが勝手に送られて、こうやってほら、おお、くるくるくる、こうやってデータがこう入るわけよ。でほらこんな感じで、また2日連続で記録いいですねって書いてある。でこうやって、あほら目標まであと14キロですとか、はいはいはい、でこう 79.8 だ、まださっき見たデータがこう出るわけだ、はいはいはい、でこれでまあ体重が1キロ増えて、これ服着てるし、さっきスマホ持ってたりするからもうなるんだけど、1キロ増えて BMI も増えたよとか、体脂肪率がどうだよっていうのがここ出て、体内年齢42歳ですとか、うんうん、でちょっとこれデータ取り消すけど、こうやってデータを入れることによってグラフになっていくわけです。これ今データもし入れてたらここにピュッと上がって、ここら辺でこうつくわけですね。であとここに赤く線出てるのは、俺が65キロっていう目標体重を設定したからこういうグラフになったの。だからもし70キロを目標にしてたらもうちょっと広いグラフになるし、うん、っていう感じ。うーん、まあまあ65まで落ちるかは分かんないけど、とりあえずジョギングとちょっとした体重制限ぐらいしてやっていこうかなって、うん、でこれもグラフをいろいろ変えれるんだけど、カロリズム、あここら辺とかもね自分で手入力したらできるみたい。へー、うまく測ったり、体内年齢のグラフこんな感じになったりとか一時期50歳近かったですね。いやえ50歳だったの俺、あ47歳ぐらいだ、47歳ぐらい、やばで、こんな感じで、はい、で目標まであと 13.8 キロですとかこうやって出るんで、なんかちょっと楽しくなるわけよ。楽しそうですね、体重計があるだけで。なんか言ってたもんね、めっちゃ楽しそうって。めっちゃ楽しそう、めっちゃ楽しそうって言うけど、俺釣りがさ、どんだけ遅く帰ってきてもさ走ってるね、夜中4時ぐらいに走ってるからね俺何やってんだろうってたまに思う。ひろさん、それ夜中じゃない、朝、朝だよね一回だけね、釣り行って帰ってきて夜3時ぐらいに帰ってきて、うん、でまず筋トレするんだ、うん、でストレッチこうやってするんだ、うん、動画見ながら15分15分ずつ30分ぐらいして、うん、で4時半になってちょっと一服こうして、さあ走るかってこう走ってね、なんか調子よかったのその日、うん、10キロぐらい走ったの明るくなってきたあら明るくなってきたわってなって、だからもうどんな日でも今走るようにしてる。さすがに東京に行ったりとかした時はあのホテルでこう携帯置いて YouTube でストレッチの動画見ながらなんかこんなことやってるけどやってるいつもこうやってるけど、まあそれ以外はもうだって今10日連続ぐらい 7.5 キロぐらい走ってるかな。へえ、でもちょっとさ、ついでにさ、体重計アプリの紹介だったけどさ、なんか別に本当に痩せようと思って痩せたんじゃなくて、うん、勝手に痩せたからつぶやいたらどうやったか知りたいってめっちゃリプが来るんだ、うん、だから僕はどうやったかを説明 しません。 したね、説明したね、さっき。いやいや、もうちょっとなんか本当掘り下げた。でもここで偉そうに言ってさ、ゴルフ飽きたらまた俺元に戻る偉そうに言えねえなって。ありえる、ありえる、俺ゴルフのためだからさ、いつものパターンになりますね。そう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 、だから偉そうなことは言えないけど、まあまあ最初ね、走るって言っても絶対きついや、うん、で最初はね 1.5 キロ走ってたけど、うん、走るスピード多分早歩きより遅い。そうそう、俺が最初初日に走ったスピードを見せてあげます。はい、本当本当本当、もうこんくらいのスピードを肩にねこうされたもん一緒ですねでもね、歩くよりねこういう動きの方が2倍体力使うらしいんだ。ならしいですね。で俺ね、スタミナはあるんだよ。へぇ、はぁはぁ言ってきついんじゃなくて、肩が重くなったり足が痛くなったりして走れなくなるから、はい、最初ね、ほんとこんくらいのスピードでね走って200m ぐらい走ったら、はい、疲れたーってこう歩いてで 500m ぐらい歩くやん、はい、また 100m ぐらいそんなペースで 1.5 キロ最初初にしちゃいます。
そのくらいのことを2週間続けたら、はい、2週間後にこんくらいのペースで2キロ走れるようになった、うん、こんくらいのペースで本当に本当にで、1ヶ月経ったらこんくらいかな、こんくらいで2キロ走れるようになった、はい、こんくらい、こんくらい、こんくらいで、今3ヶ月経ちました、はい、こんくらいで7キロ走ってるいなくなったこんくらいで7キロ走ってるどんくらい、どんくらい、どんくらいこんくらいで7キロ走ってるおいおいだから最初からジョギングしないとって言ってめっちゃ走ってあー無理だじゃなくてこんぐらいこんぐらいであ疲れたで、ね、嫌になることが一番ダメだと思ったから、うん、ちょっとでもきついと思ったらはい無理これでまたね 200-300m 走ってねはい無理と思ったらすぐ歩きます、うん、でも決めた 1.5 キロなり2キロは絶対に動く、うん、歩いてでもいいから、ね、止まってでもいいから歩くほうほうでやったらなんか優しい俺筋トレ苦手なんだ、うん、で筋トレ苦手なんだけど最近ストレッチって検索したら、まあ、ストレッチが出てくるの、うん、こうやってこうやってそれを ねやってますね毎晩やってるやろ、うん、だからなんかかっこいいお兄さんがね YouTuber のお兄さんがね、うん、まずはスクワットから1っていうやつがね動画があるから7だけちょっと高いんですよねそうそう7でまあ筋トレとか嫌いでさ自分でさじゃあ腕立て20回腹筋20回とか決めてやったらなんかやりたくないからこの動画を見るって決めて10分ぐらいの動画なんだけど、はい、それでは両足肩幅に広げてまずは両手を上げてスクワットから1っていう動画があるから、はい、それに合わせてやったら意外に習慣づくなるほどあと人の習慣っていうのは2週間続けたら今度やんないと気持ち悪くなるらしいへえだから嫌なことでも2週間以上続けたらああやらなきゃって気持ちになるから2週間習慣タバコやめるのも2週間やめたらもう一生大丈夫とか言うぐらいへでも俺1年やめたのが2回あるんだけどなまだ吸ってるな俺なんかね運転してたらふと横見たらねトラックのおっさんがうまそうに吸ってたんだそれから吸うようになったな今まで禁煙だけはダメですもんねいや無理禁煙はね本当に無理俺まあそんな感じでダイエットなんか無理なダイエットに気をつけてくれみたいなダイエットで無理してもいいことがないってめっちゃ言われるけど、はい、ダイエットは副産物であって、はい、僕はゴルフのためになるほど頑張ってるので、はい、別に楽しく痩せて行ってます谷田の体重計でしたすっかり忘れられたいいな俺も後でやろう、うん、登録やろうほんと1万円から高いのだと10万円ぐらいのあったけどはいで安すぎたら多分機能良くないのかなと思って、うん、で高すぎるのは手が出ないから、うん、ここら辺の1万円ぐらいの買ってみたんだけ どすごい良かったのでおすすめですはいリンク貼れたら貼っときますはい Amazon リンク貼れたらあったら貼っときますありがとうございましたありがとうございました